1917年のスパイ活動法は、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦して、間もない1917年の、それはこれまでに何度も改正されてきた。制定当初は合衆国法典の第50編にあったが、現在は第18編、犯罪の項目にある。正確には合衆国法典第18編第37章、スパイ活動と検閲の、 第792条から第799条までである。それは本来軍事作戦を妨げるあらゆる試み、戦時にアメリカの敵を支援すること、軍事的な不服従を促すこと、軍事的な徴用を妨げることを禁止するものであった。1919年、合衆国最高裁判所は、シンク対アメリカ合衆国事件において、この法律によって、 下級審が有罪判決が下したことは言論の自由を犯すものではないという判決を全員一致で下した。法律の貢献性は言論の自由と関係があり、これまで法律が何を意味するのかは裁判所で問われてきた。スパイ活動法によって権利を受けた者にはドイツ系アメリカ人の社会主義者で議会議員、新聞の編集者のビクターバーガー会議員、 ペンシルバニア州のモノミの党聖書冊子協会の会長ジョセフ・フランクリン・ラザフォード、共産党員のジュリウスとエセル・ローゼンバーグ夫妻、ペンタゴン・ペーパーズの内部告発者、ダニエル・エルズバーグ、ケーブル・ゲートの内部告発者、ブラッドレイ・マニング、国家安全保障局の内部告発者、エドワード・スノーデンらがいる。ラザフォードの有罪判決は控訴審で覆された。 ラザフォードが有罪とされた根拠となった元々の第三項を含め法律で最も論争を呼んだ項目は1921年に廃止された。1917年のスパイ活動法はアメリカが第一次世界大戦に参戦した1917年4月の直後、1917年の大敵通商法と、その特に国防に関する情報を 持つ権利を持たない者への保持と伝達に関する考え方は1911年の国防機密法に基づいており、それ自体は先に制定されていたイギリスの公務機密法に基づいていた。スパイ活動法には死刑を含め国防機密法よりも厳しい処罰規定が導入された。ウッドロー・ウィルソン大統領は1915年12月7日、一般教書演説で議会に対し、 法案について尋ねた。我々の国家の生活の大動脈に配信の毒を注ぎ、我々の政府を侮辱して貶め、我々の産業を破壊し、我々の政治を貶めるため、外国による内政干渉のために利用しようとするアメリカの市民がいる。我々の連邦法は不十分である。私はあなたに国家の名誉と自尊心を損なうより守ることを求める。 配信と無秩序の感情に支配される、議会はゆっくりと動いた。上院を通過した1916年2月20日は、アメリカとドイツの外交関係が傷ついた後だったが、会員は当時の議会の会期が終了するまでに投票にかけなかった。1917年4月に戦線を布告した後、上下両院は、 新聞の検閲を含むウィルソン政権が提出した法案について審議した。その提案は、それが表現の自主規制のシステムの構築と大統領の再現のない権力拡大につながるという批判とともに反対派の目を覚ました。上院は数週間の断続的な審議の後、検閲の条項を39票対38票の1票差で反対が上回ったため削除した。 ウィルソンはそれでもそれが必要であると主張した。新聞の検閲を実行する権限は、公共の安全のために絶対に必要である。しかし1917年6月15日、法案は検閲の条項を除いて署名され、法案は議会を通過した同じ日に成立した。トーマス・ワット・グレゴリー社法長官は、法案の成立を指示したが、それが妥協の産物であるとみなしていた。 大統領の議会におけるライバルは、親、ドイツ的なスパイ活動。その結果として成立した、法案は彼らが望んだよりも行き過ぎた、また厳しいものとなったが、それは、戦争に反対する市民を沈黙させた。法案の成立にほとんど乗り気でなかった、司法省の職員たちは、それでもなお多くの告発を行わないことを望んだが、大衆の声なき声は、 十分に愛国的でないと思われていたそれらの人々に対して政府がより多くの行動を起こすことを望んでいた。ウィルソンは法案で使われた新聞の検閲のための最高機関という表現を否定したが議会は郵便を使った印刷媒体の流通を阻止するため条項を含めた。それは犯罪の類型を作り出した。スパイ活動法はまた 禁止されている事項に違反していると判断した場合、郵便物の没収、または郵送を拒否することができる権限を郵政長官に与えた。スパイ活動法はまた、武装したいかなる海軍の艦船のアメリカが中立の立場を取るいかなる紛争当事国への移送も禁止した。法律が成立した時には違憲ではなさそうだったが、これは後にアメリカが 第二次世界大戦に参戦する前にイギリスへの軍事援助を提供しようと模索した際、フランクリンデラのルーズベルト政権にとって法的なつまずきとなった。1918年5月16日、法律はアメリカ政府、またはアメリカ国旗、陸軍、または海軍、治安法は非公式な名称であるため、容疑がスパイ活動法、または非公式に 治安法として知られる改正法の条項に基づく場合では裁判においてスパイ活動法の名称が用いられた。1921年3月3日改正治安法は廃止されたがスパイ活動法の多くの条項は合衆国法典第18編第37章として編入されそのまま残った。百三十三年資源との専門家ハーバートヤードリーが 日本の暗号を解読したことに関する本を出版し、広く大衆に知られるところとなったため、外国の暗号解読やアメリカが送信した、いかなる暗号に関する情報の公開も禁止するよう法律は改正された。1940年、法律は罰則を増やすために改正され、1970年にも再び改正された。九百四十年代後半、合衆国法典は、 再編纂され、第50章のほとんどの条文は、第18章へと移動された。1950年にはマッカラン国内保安法が、合衆国法典第18章第793条に付け加えられ、また同じ年、合衆国法典には、第18章第798条が加えられた。1961年、リチャード・ポフ会員議員は、 第18章第791条の施行について、数回の試みの後、アメリカの司法権が及ぶ、領海内及び、アメリカの領土内に限定されているという表現を除去することに成功した。彼は、国務省の職員であるアービン・スカーベックがポーランドで、脅迫された事件が起きてからは、いかなる場所でもこの法律を適用する、必要性があると語った。 1989年、ジェームズ・トラフィカント会員議員は、死刑の適用を拡大するため、第18章第794条を改正しようとした。その同じ年、アーレン・スペクター上院議員はその代案となる死刑の適用の拡大案を提示した。1994年、ロバート・ケイド・ナンカ議員は、アメリカのエージェントを特定することができる情報を、 機密を漏洩した場合に死刑を適用することを提案した。1917年、大衆紙に掲載されたジョージ・ベローズによる差し絵、平和を作り出すものは幸いである。スパイ活動法は、その執行において、ほとんどはアメリカの地方の放送家の慎重な裁量に委ねられており、そのため執行における裁量の変更は幅広く行われていた。例えば、 社会主義者のケイトリチャーズ・オーヘアはいくつかの州において同じ演説をしたが、彼女が演説によって5年間の懲役の有罪判決を言い渡されたのはノースダコタ州だけだった。法律の執行が活発に行われたのは、世界産業労働組合の活動が盛んな西部の州がほとんどだった。戦争が終わる前の数週間において、グレゴリー司法長官はついにアメリカの検事に 彼の同意なく行動しないことを命じた。スパイ活動法が成立した一年後、1904年、1908年と1912年の大統領選挙における社会党の候補だった友人イデブスは逮捕され、徴用を妨害する演説を行ったことにより10年の懲役を言い渡された。彼は1920年の大統領選挙 ウォレンジー・ハーディング大統領は1921年12月、およそ5年間にわたり服役していた、彼に、刑の原刑を言い渡した。1917年のアメリカ合衆国タイムオーション、ピクチャーパテンツカンパニー事件では、76年の、精神と題名付けられた映画の中で、独立戦争において、イギリス軍の兵士を残忍に描写したシーンが、アメリカの戦時下における、 同盟国の指示を傷つけるものであるとして、連邦裁判所は政府による、その差し押さえを支持した。ドイツ系ユダヤ人を祖先に持つ、ロバート・ゴールドスタイン監督は、スパイ活動法の第11章に違反しているとして起訴され、10年の懲役と5000ドルの罰金を言い渡された。控訴審では3年の懲役に減刑された。アルバート・エスバールソン有政長官とその部下たちは、 スパイ活動法の執行において決定的な役割を果たした。彼は民主党に忠誠を誓っており、また大統領や司法長官とも緊密な関係にあったため、その地位を維持することができた。司法省が数多くの捜査を行っていたとき、郵便局はその捜査の協力に必要な全国規模のネットワークを持っていた。スパイ活動法が施行されると、 マールソンはすべての郵便局長に政府が主導する戦争への妨害を起訴していると推定される郵便物についてよく監視することを要請する通達を送った。ジョージア州サバンナとフロリダ州タンパの郵便局長はジェファーソン主義者たちやトム・ワトソンの弁護士、南部の人民党員、徴兵や戦争に反対するもの、マイノリティのグループに郵便物を郵送することを拒否した。 ワトソンが郵便局長に対するスパイ活動法の執行の差し止めを模索していたとき、連邦裁判所は彼の出版活動が社会にとって有害なものであると判断し、彼の要求は拒否された。新聞は政府の検閲を市民の自由な権利は死んだという見出しの記事を載せ反対した。ニューヨーク市では社会主義者による月刊誌、大衆が 全体的な趣旨を理由に郵便局長が郵送を拒否した。大衆氏はラーハンド裁判官が英語を話す自由の伝統にとって脅威となることを法律があまりにも漠然と適用していることを見出し裁判でより成功を収めた。それから編集の妨げるために編集者は起訴され出版活動は中断され郵便物の郵送は再び拒否された。実際に バールソンは政権の支持者たちをも目標とし始め、彼の勢力的な法の執行はあまりにも行き過ぎたものとなっていた。大統領は彼に検閲行為をやめるよう最大限の警告を発し、異世界は彼らの政治的な協力関係の終わりを示した。1918年5月。 ペンシルバニア州のモノミノ党聖書冊子協会のジョセフ・フランクリン・ラザ・フォード会長とモノミノ党の7人の編集者と協会の会員は1年前に協会が出版した冊子区終了した日ににおいて述べたことがスパイ活動法が規定する先導の容疑がかけられた。冊子は愛国主義が妄想と殺人であると主張し会員は戦時下にあったアメリカの兵器における不義。 不中義務の拒否と徴用の妨害を強さしているとの容疑がかけられた。カナダでは、ウィニペグの新聞が、先導的、反戦的な記述であると述べ、また、グレゴリー司法長官が危険なプロパガンダであると述べたことにより、1918年2月から、冊子の発行が禁止されていた。6月21日、ラザフォードを含む7人の責任者たちは、 4つの容疑で最高で20年の懲役を言い渡され、同時に収監された。彼らは最高裁のルイス・ブランダイス裁判官の命令によって判決が覆され、保釈されるまでの9ヶ月をアトランタ刑務所で過ごした。1919年4月、控訴審は彼らが行き過ぎた、また公平でない裁判を受けたとの判断を下し、彼らが受けた判決は覆された。 1 9二十年五月、政府は彼らにかけられていたすべての容疑はなくなったと発表した。1 9十九年のアナキストによる爆破事件で爆破されたパーマー司法長官の自宅。1 9十八年から1 9十九年の第一次赤狩りの間、著名な政治家と企業家を狙った1 9十九年のアナキストによる爆破事件の反応として、 ジョン・エドガー・フーバー大統領が支持するアレキサンダー・ミッチェル・パーマー司法長官は司法省の敵国人登録家に対しエマ・ゴールドマンを含む数百人の外国人を1918年にスパイ活動法が改正されて成立した治安法を利用して国外に追放させその多くは新聞がソビエトの箱船と呼んだ船に乗りソビエト連邦へと向かった シェンクイアメリカ合衆国事件と赤かり、ジェフィーによる戦時における言論の自由は、ホルムズ検事の考えの変化に影響を与えた。収監された多くの者は彼らが受けた判決について、表現の自由の権利に基づき抗議した。最高裁は同意しなかった。1919年の合衆国判例集、第47巻、第249項のシェンクイ。 アメリカ合衆国事件において合衆国最高裁判所はスパイ活動法が表現の自由に制限をかけることは合憲であるという判決を下していた。反戦主義者で社会主義者のチャールズ・シェンクは彼が徴兵の対象となる男性に徴兵に反対するパンフレットを配った行為がスパイ活動法に違反しているとの判決を受けていた。 最高裁のオリバー・ウェンデル・ホームズは1919 19年に下したシェンクへの判決で多数意見の確定に加わり、彼はまたそのようなケースでは政府に対する行為が明白かつ現在の危険を有する場合、政治的な主張の表現の自由は制限されるという理論を展開した。ホームズの意見はまた、嘘をついて混雑した劇場で火事だと叫ぶことを、合衆国憲法修正第一条は、 表現の自由として保護してはいないという指摘の厳選ともなった。ホームズ判事は彼が下した判決が表現の自由を擁護するものから批判されているのではないかと疑い始めた。彼はまた、ハーバード大学法学部のゼカリア・チェイフィ教授と会い、シェンク事件に対するへの批判について彼と話し合った。後の1919 19年、エイブラムス対アメリカが衆国事件において、アメリカが ロシア革命後にロシアに出兵したことに反対するビラを配った男に対して下された判決を最高裁は支持した。悪い傾向の概念は表現の自由を制限する際にそれを正当化するために利用された。被告人は国外に追放された。ホームズ判事とブランダイス判事はしかしながら無名の人物による馬鹿げたリーフレットが重大な脅威となるとは、 解釈できないと主張し、異なる意見を唱えた。1919年3月、ウィルソン大統領は、トーマス・ワット・グレンゴリー司法長官の提言を受けて、スパイ活動法、または治安法によって服役していた約200人の囚人に、対し、恩赦を与えた。1920年の終わりまでに、第一次赤狩りは鎮静化し、パーマーは政府を去り、 そしてスパイ活動法はあまり使われなくなった。全国市民自由事務局は新たにアメリカ自由人権協会となった。第二次世界大戦期に発生したスパイ活動法による刑事訴追は第一次世界大戦期と比べ大幅に少なくなった。フランク・マーフィー最高裁判事は1944年に起きたハーツェル対アメリカ合衆国事件を引用し、 現在行われている戦争下では初めての事件であり、我々は1917年のスパイ活動法に基づき起訴したと述べた。第一次世界大戦を戦った退役軍人であるハーツェルは団体や企業の集団に反戦を呼びかけるビラを配っていた。裁判での多数意見は被告人は反乱、または 法律で詳細に規定されたその他のいかなる特定の行動を促してはおらず、彼の目的は、世論の崩壊であり、軍の徴兵や徴用を妨げることが目的ではない、ことが彼の証拠。我々の同盟国の一つに対する悪意のある、また非合理的な攻撃、間違ったまた邪悪な人種差別的な論理による目に、余る抗議、大統領への甚々しい侮辱によって構成されて、いたが、 によって見出された。裁判では彼への判決を5票対4票で覆した。異なる意見を唱えた4人の判事は、陪審員が歴史的に果たしてきた役割に対する侵害として辞退し、判決は確定された。1941年の五輪対アメリカ合衆国事件では、最高裁はスパイ活動法に関する多くの憲法上の疑問に、 ついて裁定した。1942年、法律は、チャールズ・カフリンの週刊誌、社会の正義の郵送の許可を取り消すために利用され、登録者に対する配布を効果的に終わらせた。それは、彼が、社会の外役による、出版活動と呼んだところのものを終わらせようとする、フランシス・ビドル司法長官の試みの一環だった。その同じ年、 シカゴトリビューンは一面記事でアメリカが日本の暗号を解読し、それによって日本は暗号を変更し、アメリカが暗号の解読を通じて得ていた優位性はなくなったことを報じた。新聞が報じたのは大陪審に移される前だったが、裁判によってより注目を集めるだけでなく、発行者を起訴するには高い機密情報を扱う必要性があり、政府が難色を示ししたため、 裁判の継続は見送られた。1945年、極東問題を扱う雑誌、アメラジアに関係した6人の人物、フィリップ・ジャフェ、エマヌエル・ラーセン、ケイト・エル・ミッチェル、マーク・ゲイン、ジョン・エス・サービスとアンドリュー・ロスは、後に発行された彼らの記事が、戦略任務局の報告書と類似していたため、容疑がかけられた。事件では、たくさんの FBI のエージェントが騙されていた。 はじめ、政府は彼らにスパイ活動法を適用したいと考えていた。政府は後にその取り組みを軟化させた。容疑は政府資産の横領に変えられた。大陪審は、ミッチェル、ゲインとサービスに無罪の判決を下した。ジャフヘトラーセンは、少額の罰金を支払い、そしてロスにかけられていた容疑はなくなった。ジョセフ・マッカーシー上院議員は、 共産主義者の陰謀により積極的に起訴することができなかったと信じており、クレウトとラドシュによれば事件は彼の悪名をさらに馳せることに貢献した。海軍の職員であったヘイフィス・セイリックはソビエトのエージェントミハイル・ゴリンに1930年代の日本の活動に関する情報を売り渡した。ゴリン対アメリカ合衆国事件は国防に関する情報とは 一体何を指すのかといった法律の一部に使われている漠然とした用語について話し合うため、後の多くのスパイ事件で引用された。後の1940年代にはいくつかの事件が起こり、政府はソビエトによるスパイ活動なのではないかと疑い、捜査を行うことが増えた。これらの中には、ベノナ計画、エリザベス・ベントレー事件、 原子爆弾に関する情報を収集したスパイ事件、ソビエト発の核実験などが含まれる。FBI シルバーマスターファイルで見ることができるような多くの注意人物が監視されたが、刑事訴追されることはなく、捜査は終了した。しかしながら多くの者が法律によって起訴され、有罪判決を受けた。1950年8月、 ジュリウスとエセル・ローゼンバーグ夫妻は、ソビエト連邦に、核技術に関する機密情報を漏洩したとして、合衆国法典第50編第32条、英閣と第34条違反の容疑で起訴された。アナトリア・ツコフもまた起訴された。1951年には、モートン・ソベルとデイビッド・グリーングラスが起訴された。1951年に行われた物議を醸した。 裁判の後、ローゼンバーグ夫妻は死刑を言い渡された。死刑は1953年に執行された。1950年代後半、ロバート・ソブレン、ジャック・ソブルとマイラ・ソブルを含むスパイたちは、スパイの容疑で起訴された。1960年代中盤、ジェームズ・ミント憲法とロバート・リー・ジョンソンは、アメリカ陸軍の兵士として、ベルリンに滞在していたとき、 ソビエトのスパイに情報を売り渡し、二人にはスパイ活動法が適用された。1948年、合衆国法典は一部が再編算された。第50編のほとんどは第18編へと移動された。こうして、第50編第4章、スパイ活動は、第18編第792章から第799章までとなった。これが、なぜ、 ローゼンバーグ事件などいくつかの事例では第50編によって起訴され、新たな事例ではしばしば第18編によって起訴されたのかの理由である。1950年、アメリカではマッカーシズムが接見していたが、議会はハリー・トルーマン大統領による拒否権の発動を無視してマッカラン国内保安法を通過させた。それはスパイ活動法を含め法体系を大幅に改変した。 その変化の一つとして、793条とほとんど同じものである793条が加えられた。エドガーとシュミットによると、新たに付け加えられた条文は、要求に対し危害を与えまたは援助するという文章の中から、故意にという言葉を取り除いた潜在的な可能性があり、また故意であれば何であれ、情報の単なる維持が犯罪を構成し、 元政治家が記憶を書き留めたものでさえ、スパイ活動法の対象とする範囲となった。それらはまた、マッカラン国内保安法について、このアルジャーヒストパンプキンペーパーズ事件の直接的な反応を多いとしていると記述している。ブランデンバーグこの時代の裁判の判例により、スパイ活動法の一部の条項の執行のための基準は変化した。 1969年のブランデンバーグ対オハイオ州事件はスパイ活動法とは関係ないと考えられていたが、シェンク事件の明白かつ現在の危険の教訓から差し迫った武法者の行為の教訓へと受け継がれ、先導的な言論に対する大きな厳しい教訓となった。ペンタゴンペーパーズ1971年6月。 ダニエル・エルズバーグとアンソニー・イルスソは1917年のスパイ活動法によって重罪の容疑がかけられた。なぜなら彼らにはベンタゴン・ペーパーズとして知られるようになった機密の書類を公にする法的権限はなかったからである。ニューヨーク・タイムズ社対アメリカ合衆国事件において最高裁は政府が表現の自由の抑制にうまくいった事例が なかったことを見出したが、判決の多数意見は、政府はそれでも、ニューヨークタイムズとワシントンポストが機密を暴露する記事を掲載したことは、スパイ活動法に違反しているという判断を下した。エルズバーグとルッソのスパイ活動法違反に対する容疑は、無罪とはならなかったが、政府が関与した事件において、誤った裁判に基づいていたとして釈放された。政府が、 新聞に対し記事の差し止めを求めることついて最高裁の意見は分かれたが否定していた裁判では新聞社がアメリカの国益を損失したかあるいはいかなる外国への優位性につながったのかを信用するにたる物的証拠によって政府からの圧力を証明しようとしたことについてハンジラは様々な程度において指示したハロルド・エドガート・ベノシー・シミット・ジュニアは 事件について、スパイ活動法に関する論文を書き、1973年のコロンビアローレビューに掲載しようとした。彼らの論文の題名は、スパイ活動に関する法令と国防に関する情報の公開だった。彼らが見出した重要なことは、スパイ活動法について書かれた文献は、ほとんどなく、曖昧であり、その一部はおそらく意見であるということだった。 彼らの論文は文献において幅広く引用され、後のスパイ活動法が適用された事件において、裁判で主張する際に利用された。1978年のアメリカ合衆国体、デデアン事件は、第793条大 F 公の2違反で、起訴された最初の事例だった。裁判は1941年の五輪体、アメリカ合衆国事件の判例に沿って行われた。 判決は、スパイ活動法の曖昧さとその情報が、国防に関するものなのかどうかといった、いくつかの憲法上の疑問点に触れた。被告人は3年の懲役を言い渡された。1979年から1980年に、かけて、トゥルオンとハンフリーはいくつかの他の法律と第793条、第、そして公に違反し、有罪であると言い渡された。判決では、 スパイ活動法の曖昧さ、機密の情報と国防に関する情報の違い、盗聴と修正第4条に関わるいくつかの憲法上の疑問点について話し合われた。判決ではまた、有罪となるためには悪意が必要かについて、第793条代行は、過失の場合は違反ではないとしているが、もう言及した。百八十三年、 アルフレッド・ザエは、彼がメキシコと東ドイツで、アメリカ政府の機密書類を閲覧していたことにより、その後の政府によるおとり捜査によって、ボストンで逮捕された。彼の弁護士は、スパイ活動法は、外国人の活動を対象としていないと主張し、基礎は無効であると述べたが受け入れられなかったザエは、その後罪を認め、8年の懲役を言い渡された。 彼は1985年6月に釈放され、アメリカによって拘束された4人の東、ヨーロッパ人と共に、ポーランドと東ドイツによって拘束された25人、いずれもアメリカ人ではなかったが、と交換された。ザエの弁護士の一人は、彼の依頼者が起訴されたのは、秘密にし続ける理由がない、期限が切れた書類を問題にすることによる、国防国家の高級化の一環であり、 秘密にし続けることにこだわることが目的ではないと主張した。メディアはこぞって1985年をスパイの年だと報じた。海軍の軍人ジョナサン・ポラードはイスラエルに情報を売却し、合衆国法典第18章第794条、大公違反の容疑で起訴された。1986年、彼はキャスパー・ワイン・バーガーによる弁論を含む、 被害者が受けた衝撃について述べた後、終身刑を免れるよう何度も嘆願した。ラリー・ウータイチンは CIA において情報を中国に売却し、合衆国法典第18章第794条、大公違反の容疑で起訴された。ロナルド・ペルトンはソビエトにアイビーベル作戦の存在を知らせ、作戦を台無しにしたため、合衆国。 第18章第794条大公、第794条大公と第798条違反容疑で起訴された。平和部隊の元隊員であり、元 CIA のエージェントでもあった、エドワードリー・ハワードは、伝えられるところによると、ソビエトと通謀したとされ、合衆国法典第18章第794条、大公違反の容疑で起訴された。FBI のウェブサイトは、 1980年代は数多くの逮捕事件があったスパイの10年であったとしている。シーモア・ハーシュはポラードの釈放を主張し、売国奴と題した論文を書いた。モリソン・サムエル・ロリング・モリソンはイギリスの軍事と国防雑誌を発行するジェーンズ・インフォメーション・グループで働く政府の安全保障担当の分析家だった。彼は1984年10月1日に 逮捕された。捜査官たちは、逮捕劇によって、敵国の諜報活動に情報を提供するような、ことは全く意図していなかった。モリソンは捜査官に、彼が、機密の衛星写真をジェンズに送った。彼はそのことについて、国民は何が起こっているのかについて気づいているべき、つまり、ソビエトが、新たに原子力空母を開発し、ソ連の軍事力が向上したことを知らせることが、 目的であると述べた。彼はまた、もしアメリカ人がソビエトが何をしているのかを知れば、彼らは国防費を増額すべきだと考えるだろうと語った。イギリスの情報当局は、彼が事件を起こした動機は愛国的なものであると考えていた。検察はモリソンが個人的、経済的に得たものと政府の仕事に対する不満を強調した。モリソンの事件は、 情報漏洩に対する幅広い対策の一環としてメディアに対して情報を公開しないためにスパイ活動法を適用する典型例として利用された。1984年3月政府は機密情報の非公式な公開はアメリカで日常的に起こっている。しかしそのような情報の公開にスパイ活動法を適用することは 必ずしも明確ではないと報告したタイム氏は政府がもしモリソンに有罪判決を下すことができなければ政府は法改正を模索するだろうと報じ現在起こっている事件について政府は軍事的な機密情報を保護する必要があり国民は国防政策について判断するための情報を必要としているその境界線を確定することは非常に困難であると主張した 1985年10月17日、モリソンは連邦裁判所において、二つのスパイ活動と二つの政府資産の窃盗の容疑で有罪となった1985年12月4日、彼は2年の実刑判決を言い渡された。1988年、最高裁は彼の控訴を棄却したモリソンは、現在に至るまで、 機密書類をメディアに公開したことによって有罪判決を受けた唯一のアメリカ人の公務員となった1998年に行われたダニエル・パトリック・モイニファン上院議員に対する恩赦の一環に対する控訴審の後、ビル・クリントン大統領は彼の大統領としての最後の日である2001年1月20日、CIA による反対があったにもかかわらず、モリソンに対し恩赦を与えた。 モリソンの訴追で成功を収めたことは、漏洩した情報を公開することに対する警告となった。1986年5月、CIA のウィリアム・ケージ長官は、特に法律違反がなかったにもかかわらず、5つのメディア、ワシントン・ポスト、ワシントン・タイムズ、ニューヨーク・タイムズ、タイム氏とニューズ・ウィーク氏に対し、告訴すると脅迫した。 TRW 社のクリストファー・ジョン・ボイスと彼の共犯者アンドリュー・ドールトン・リーはソビエトに情報収集衛星に関する情報を売却し1970年代に収監された。1980年代、ジョン・アンソニー・ウォルカーとそのスパイ活動の共犯者数人はその活動により起訴された。デイビッド・ヘンリー・バーネットはスパイ活動法によって 有罪判決を受けた最初の CIA 職員となった。NSA のエージェント、デイビッド・シェルドン・ブーンは、およそ1988年から1991年にかけてソビエトに600ページにも及ぶ技術文書を提供し、告訴された。FBI のエージェント、ロバート・ハンセンは、1980年代のソビエトと1990年代のロシアのために、 スパイ活動を行った容疑で、スパイ活動法違反によって、有罪判決を受けた。別の FBI のエージェント、R. エドウィン・ピッツは、ソビエト連邦と後のロシア連邦のために、スパイ活動を行った容疑で、合衆国法典第18章第794条、大公違反により、1996年に、逮捕された。CIA のエージェント、オルドリッチ・エームズは、 1990年代にソビエトのためにスパイ活動を行った容疑で合衆国法典第18章第794条大公違反により有罪判決を受けた。エイムズはいくつかのアメリカの情報源となるエージェントの個人情報をソビエトの当局に通告し、そして彼らは処刑された。1990年代、ダニエル・パトリック・モイニ反上院議員は、 スパイ活動法によって、秘密の文化が生まれた可能性を遺憾に思い、何が秘密なのかに焦点が集まることを増やすことによって、官僚たちが彼らの権力を拡大しようとする傾向を指摘した。1990年代後半、ロスアラモス国立研究所弁法リー博士は、スパイ活動法違反により、起訴された。彼や他の国家の安全保障に関わる専門家たちは、 彼は W88 核弾頭に関する情報が中国に渡ったかどうかを探求する政府のスケープゴートだったと後に語った。リー博士はランドにおいてシステムがクラッシュした場合に備え核実験の暗号の保護のためのバックアップのためのコピーを作成していた。暗号には制限されたデータとして保護、取り扱いは慎重にしかし機密ではないと記されていた。 司法取引の一環として、彼は、スパイ活動法違反を認める代わりに、一段階、減刑された。裁判所は過ちを犯した政府を信じたことを彼に、謝罪した。リーは後に、彼への誤った取扱いを行った2005年、ペンタゴンのイラン問題の専門家である、ローレンス・フランクリンとアイパックのロビースト、スティーブ・ローゼンとキース・ワイスマンは、 スパイ活動法違反によって起訴された。フランクリンは国防に関する情報をロビーストやイスラエル政府の政治家に開示したと噂されていたが罪を認めた。フランクリンは12年以上の懲役を言い渡されたが判決は10ヶ月の自宅軟禁と社会貢献への従事に減刑された。In 2007 The Trial Became the First to Success Free Use The コントロバーシャルサイレントウィットネスルール2009年、ローゼント・ワイスマンはにかけられていた容疑はなくなった。オバマ政権下の21世紀初頭に起きた多くの告発事件は伝統的なスパイ活動とは関係なく、メディアの関係者の情報の保持、またはメディア関係者への情報の伝達と関係がある。2010年にはそのような事件が5件起きた。 ケネス・ウェイン・フォード・ジュニアは合衆国法典第18、正代793条第1項違反によって起訴された。伝えられるところによると、彼は自宅に、彼が NSA を2004年頃に去った後、一箱の書類を持っていた。2006年、彼は6年の懲役を言い渡された。二千十一年一月、元 CIA 職員のジェフリー・アレクサンダースターリングは、 スパイ活動法違反によって起訴された。伝えられるところによると、ニューヨークタイムズの記者、ジェームズ・ライズンが2003年にステート・オブ・オーを書いた際、彼は国防に関する情報を許可なく公開した。起訴状によると、CIA が彼に記憶の公開を許さなかったことと、彼へのその人種差別的な拒絶が復讐しようと思った動機だった。他にも、 1990年代のイランに対する CIA の筋書きが失敗に終わったが、彼がその情報源だったと書かれていた。2010年4月、国家安全保障局の職員、トーマス・アンドリュード・ドレイクは、伝えられているところによると、国防に関する情報を故意に漏えいしたことにより、スパイ活動法、合衆国法典第18章第793条、 大公違反の容疑で起訴された。事件の捜査は彼のドレークの訴追が考慮されていた中、ジャーナリストのジェーン・メイヤーは記者が権限が与えられていない国防に関する書類に接し続けているため、ドレークの判決はジャーナリストがスパイとして起訴されることを可能にする法的な慣例を確立するだろうと書いた。アメリカ陸軍のブラッドレーマニングはウィキリークスに 機密の文書を渡して角で告発された。2010年5月、FBI で翻訳の仕事をしていたシェーマイケー・レイボーイッツは機密情報をあるブロガーと共に情報を共有したことを認め、罪を犯したことを認めた。司法取引により、彼は20ヶ月の懲役に限定された。2010年8月、各不拡散問題の専門家で、 国務省と契約していたスティーブン・ジンウーキムは2009年6月、フォックスニュースのジェームズ・ローゼン記者に北朝鮮核問題に関する国防の情報を開示したと伝えられ、スパイ活動法違反の容疑で起訴された。2010年、陸軍の兵士ブラッド・レイ・マニングはジュリアン・アサンジとウィキリークスへ漏らした情報が問題となったことを含む情報の漏洩がスパイ活動法。 すなわち合衆国法典第18章第793条第1項に違反したとされ、告発された。告発は厳密には合衆国法典の一部である統一軍事裁判法第134条によってなされた。当時批評家たちは、元判事たちが最高裁による憲法の修正第1条の法益拡大にあたる判例を引用しながら交代した一方で、 解釈の余地が幅広いスパイ活動法の表現は、報道機関やウィキリークスからの情報を報道、印刷、または拡散したあらゆる個人を告発対象としてしまう恐れがあると懸念を示した。マニングはウィキリークスに対する一連の捜査において告発された唯一の人物であり、ジャーナリストがスパイ活動法によって告発されることはなかった。 マニングの事件はまだ続いているが、2013年4月10日、軍法会議でマニングの事件を担当しているデニス・リンド大佐は、刑事訴追においてより重い量刑を課すことを要求し、検察は、彼の行為がアメリカや外国の国益を毀損したと信ずるに足るより、説得力のある証拠によって証明しなければならないと主張した。2012年、CIA の職員で後に、 民主党の上院外交委員会の職員となったジョン・キリアコーは伝えられるところによるとアルカアイダの幹部はブズベーダに対する尋問におけるウォーターボーディングに関与したとされるエージェントの特定に関する情報をジャーナリストに漏洩したことがスパイ活動法に違反したとされ起訴された彼はまた2002年パキスタンでズベーダを捕獲した機密の捜索手段についても開示 したと伝えられている。2013年6月、エドワード・スノーデンは彼がいくつかの国家安全保障局のプリズム監視プログラムについて暴露したことがスパイ活動法に違反したとされた。特に彼が公開する権限に基づかない国防に関する情報の伝達を行ったことと、情報活動に関する機密情報の伝達を権限のない人物と、 自ら進んでいったことが容疑として挙げられている。ありがとうございます。